民は1368年から1644年まで存在していた国家である。中国大陸の歴代王朝の一つである。明朝あるいは大明とも合した。主元書が元を鍛え寄って建国し、理事政軍による滅亡の後には、清氏が理事政政権と民の再建を目指す南明政権を制圧して中国大陸を支配した。 主元章英楽帝超巨星モンゴル帝国から分裂した後、カーニンを継承し、モンゴル平原と中国大陸を支配した元朝は14世紀に入ると、複数の皇后が生んだ男子に、漢人が文官として、後ろ盾となり、定位の相続争いが起こり統治能力が低下した。さらに駅祭が相次いだため、白蓮京都が1351年に、 黄巾の乱を起こすと反乱はしばたたく間に広がった。黄巾軍の一方の少量であった貧能出身の主元将は南京を根拠に長江流域の統一に成功し、1368年に民を建国した。後部三角は建国すると、直ちに北伐を始め、元の皇帝恵州は大都を放棄して北に逃れ、 万里の長城以南の中国は民に統一される。江南から誕生した王朝が中国を統一した。後部帝は中華統一を達成すると外政を抑え、農村の建築や人口の調査を進めて、利口性、英書性を敷き、内政の安定に力を注いだ。 一方で、後部帝は建国の更新を粛清し、最小に当たる中書令を廃止して六部を皇帝に直属させる皇帝独裁体制を築いた。1398年に、後部帝が報じて、皇太村の県文帝が即位すると、県文帝のおじに当たる各地の親王は、提出の安定のために排除されるようになった。北平を中心に、北方の防備を担っていた。 後部帝の四男である縁王、主体は追い詰められ、ついに反乱を起こした。1402年、縁王、主体は、首都南京を占領して、県文帝から定位を散脱し自ら皇帝に、即位した。これが、英楽帝である。英楽帝の即位により、政治の中心は再び、北平改め北京へと移った。英楽三は、北京に戦都し 後部カドの新調策を改めて盛んに勢力を広げた。北に退いた元朝の残党は1388年にトゴンテムルハーンの王党が断絶していたが、英楽カドは遠征により制圧した。満州では服属させた女神族に名目的な役職を与えきりとし、1411年国流交流域に八字一字を設置し管轄した。 南方では大越を、陳朝、古朝の内乱に乗じて征服した。さらに、海外の東南アジア、インド洋にまで一信を広げるべく、平和に引きられた大艦隊を派遣し、一部は、メッカ、アフリカ東海岸がまで達する大遠征の結果、多数の国々に民との兆候関係を結ばせた。英楽カドの死後、モンゴルへの遠征。 東南アジアへの艦隊派遣は中止され、女神族を管轄した八字一字も1435年に、廃止、大越では、征服からわずか20年で、霊長が独立した。しかし、英楽帝のこの子を広して、孫の千徳帝の二代二民は、国力が充実し、最盛期と評価される。一方この頃、モンゴル高原では、 西モンゴルのオイラトが力をつけ、モンゴルを制圧した、オイラト族長、エセンハーンは命へ侵攻してきた。1449年、エイソーは、側近の官岸王ぶりの勧めでオイラトに申請を行ったが、自ら捕虜となる大敗を喫した。捕虜になったエソーに代わり、 皇帝の指揮玉が即位した。エセンハーンは、内紛で殺され、危機を免れたが、後に帰還して、脱門の変で復位した、映像以来、歴代の皇帝は、至近城から出ることを好まず、また政治を顧みない皇帝も多く、国政は、次第に低調となった。また、同時期1448年、古作人。 当も七が事務への冬生や小作人負担による小作量運搬の免除を求めて反乱を起こし鎮圧には成功したものの最終的に半島は数十万人に膨れ上がっている。工事帝の施策により民の国政は一時的に持ち直すものの聖徳帝の世になると再び国政は乱れた。これに反発するかのように皇族や農民、貴族の反乱も 相次いで起こるようになる。また、和光が、中国人の密貿易商人と結びついて、活動を始め、沿岸部を脅かすようになった。さらに、モンゴルでは、クビライの子孫とされるダヤンハーンが即位し、オイラトに対抗して、モンゴルの再統一を成し遂げた。 オルドス地方に分放されたダヤンハーンの孫のアルタンハーンは16世紀中頃に頻繁に中国に侵入し、1550年には北京を行為するなど民を悩ませた。この時代の和光とモンゴルを閉称して北領南和と呼ぶ。1572年、わずか10歳の万歴帝が即位した。 はじめの10年間は、内閣大学士、長居生が政権を取り、国政の立て直しが図られたが、長居生の死後申請が始まると、三は政治を放棄した。在位は48年に及ぶが、途中廃の乱や文録、慶長の役、溶応流の乱などで出費がかさみ財政が破綻した。このような辞局を憂えた人種が、 無釈の当林書院に結集し当林党という政治集団が作られた。以後、当林党と半当林党の清争が起こる。万歴帝の死後も、安政帝は即位後間もなく休止し、典型三角は、長身の関官,官義中堅に国政を委ねるなど、政情の混乱が続いた。義中堅によって、当林書院は閉鎖され、当林党の人士も投獄、殺害された。 対外的にも弱体化により、それまで、罹観策を取ってきた女神に、ヌルハチによる統一を許し1616 16年に後、金国が建国された。民は1619年サルフの戦いで、後金軍に敗北。1636年には、大元皇帝を継承していたリンダンハーンの維持、エジェイが後金に振り、大元皇帝に伝わる玉、玉子。 成功の宝を献上したことで元朝を継承し、満州、モンゴル、漢人の衰退を受け皇帝に即位した本体時により、女神は満州と民族名を改め、清氏が成立した。典型帝の七年の治世の後、数帝帝が即位した時にはすでに民は末期的症状をきたしていた。さらに即位後間もなく飢饉が起こり、反乱が相次ぎ、 さらに、新軍の進攻も激しさを増した。名称、円数官が新軍を防いでいたものの、本体時の策略にはまった。数帝帝が、円数官を疑い残殺してからは新軍を抑えられなくなり、さらに流族から台頭した、理事政は、西安によって大巡を称し、北京に迫った。百四十四年、李事政軍の包囲の前に、数帝帝は自殺し、 民が滅亡した。同年、清が、理事政軍を破って、北京を占領し、中国支配を宣言すると、中国南部にいた、民の皇族と官僚は難明を立て、清に抵抗したが、雲南からビルマに逃げ込んだ、英略三角を最後に滅ぼされた。 福建でも帝成功が台湾を拠点に抵抗したが、帝氏政権は後に、清に降伏している。民の維新としては、このビルマ、台湾のほか、港南町ベトナムに亡命し、メコンデルタへの植民として活用されたものなどがある。南米は、日本の江戸幕府に何度も、援軍の派遣や、物資援助を要請している。徳川御三屋や薩摩藩は、 出兵に対して乗り気であったとの記録がある。日本側は、清氏への手前、公式に援助を行うことができないため停止の公益利権を黙認することによって、間接的に援助した。1580年民国の領域、日々地域ガラス各蔵、八字星を除く。 1724年、民の大王、出根朝の孫の種の玉木が、真の妖精帝より一等のベオ温厚の釈位を、授けられ、以後はその子孫に、民の妻子が引き継がれた。工部帝、永楽帝と初期の二人の皇帝が、独裁的な政治を行ったため、それ以降の民の政治も同様となった。皇帝の不況を変えば、皇位の真でも即座に死を賜ることがあった。 民の管理は常に中殺に怯え、朝、家族と水逆きをし、死を覚悟して出資し、言う、帰って、再び家族と出会えたことに喜んだという。このため民の管理は多くことなかれ、主義に走り、民の政治は、皇帝の出来不出来にすべてがかかることになった。民では、明君の知性は短く、一方で、清掃家政美門度は45年、 真相万歴帝が在位48年というように、安君の知性が長かった。また、官僚の放禄は低く、忠誠心の低下と汚職による腐敗を招いた。後援部は、そのような状況を、白禄の害と呼んだ。秋代後期より、裕な次第武装が、地方の指導者としての地位を確立し、共振という新しい身分層を形成する。彼らは、 基本的に官僚であり、官僚としての地位とその間に積み上げた財産で、地方の指導者として、政府の地方官に命令するほどの権力を持った。しかし、当以前の貴族とは違い、共振は血縁によって、財産を保持しているわけではなく、一族の中に過挙に合格する者が出ない場合は、没落することになるため、一代限りの貴族という表現もある。 後の信頼では、強信層は、地方の強い基盤をもとに、侵害革命で活躍することになる。魚林図殺民発の完成はほぼ元製の当衆で、あるが、1380年の古伊王の獄をきっかけに、皇帝独裁体制の確立を図った。皇武三角は、最小府である中書省を廃止したが、実際に皇帝が一人で全ての政務に当たるのは、不可能であり、 補佐役として作られた内閣大学士が事実上の最小職となる。内閣のもとに行政機関である六部がある。また、官僚の観察機関である御師大の名を改めて都察院とし、軍事の最高機関であるスミ院を改めて大都督府とし、さらに都督府を中、前、後、左、右に分割して五軍都督府とした。 しかし、後部帝の再疑心は収まらず、皇帝直属の特務機関である金家を作る。さらに鋭楽帝の時代に、関官の特務機関東賞を創設した。後に、東将に対して、西将も作られるが、こちらはすぐに廃止される。これらの特務機関の存在が、民の寛解を暗くした。また、秋尾は、官僚の給与が低く、 歴代でも最も不遇とも言われる。給与の抑制は、賄賂の横行を招き、感慨腐敗の原因となった。地方制度も、現代の行中諸省の強すぎる権限を嫌って、廃止し、それに代わり、権限を大幅に縮小した、民政財政担当の省宣布政志氏裁判、観察担当の日下警やで知士、軍事担当の都市記者氏の三つを置いた。 不正史は全国に十三あり、これとは別に、皇帝直属である直霊がある。直霊、南直霊、山東、山西、河南、仙世、四川、古江、石江、江西、福建、関東、江西、雲南。不正史のもとに府があり、その下に州がある。 州のもとに県が置かれる場合もある。後部三角は全国を調査して、不駅考察、魚林図札を作り、それをもとに、両税法により、税が徴収されたが、以前の貨幣や布に代わって米や麦などの穀物による、現物主義の納税が行われた。他にも、雑税として、絹が徴収されることがあった。管理の給与は、 歳入の大半を占める穀物によっていたが、中農主義による穀物生産の回復に伴って、穀物価格が低落傾向に陥り、貨幣や銀を手に入れるために換金を経なければならない、管理や地主の生計を圧迫した。このためあらかじめ貨幣や銀で税を徴収するように求める意見が高まり、穀物価格低下のリスクを農民に押し付けることにつながった。 政党元年には、管理法録の銀支払いとこれと、表裏一体であった、多フ銀の要請の導入が行われた。また、地方を治めるために、利効制が、平成として、英書制が敷かれた。利効制は裕福な都一と十個を組みにして、里と呼び、里を十で、公と呼んで基本単位として、里に対して、徴税や、労役の義務を課す制度である。 また兵士を出す家を開けておいて、軍庫とし、そこから定常的に兵士を供給させるのが、英書制である。英書制は、政府から軍庫に対して、土地を貸しし、その土地からの収入による、自足自給を建前としていた。しかし、正当年間頃から、軍庫の中に急迫する者が増えて逃亡が増大し、官官や、地方の軍艦による土地の私物化が増えた。 軍庫の生活は破綻し、これに対する中央からの食料供給は大きな財政負担となった。また、その食料を軍艦たちは私物化し、例えば兵数を実数よりも過大に報告することで差額を懐に入れた。民末には英書制は無力化し、国防は各地の軍艦に雇われていた紙幣が役目に当たることとなる。 理工制も年が下るごとに課される労役、税の事務作業と項目が複雑化し、負担が過重で不公平の度合いが激しくなった。これに対して、万暦年間の最小の超巨星が一条弁法を実施し、複雑な税体系を簡便化して、銀納の一本にまとめた。これにより一時期に財政は好転したが、後の万歴帝の社史により超巨星の努力は、 水の泡となってしまった。家挙の様子、後部三角は民を建てるとすぐに家挙を行い、大々的に人材を募集した。その後、一時期停止されたが、永楽天以降は民が終わるまで継続されている。秋代では家挙を受験するには、国立学校に所属する必要があった。彼らは、生院と呼ばれる。後部三は首都に、国湖館という、国立学校を設立し、 地方にもそれぞれ府、州、県ごとに学校を設立した。しかしこれらの学校は、後には単に科挙の資格を得るために在籍する場所となった。これとは別に民間には社学と呼ばれる私立学校が存在し、農民の指定に読み書き、計算などを教えていた。 生員になるに際しての試験があり、その後、第一次の地方試験である里見がある。里見に合格した者は、巨人と呼ばれ、第二次の中央での試験である開始を受けて、合格すると紳士と呼ばれ、晴れて官僚になる資格を得る。さらに電子という皇帝の前での試験があるが、これは落ちることはない試験である。死亡者は、生院だけで五十万とも言われ、 それに対して合格するのは、毎回3から400人であり、何度も受験している間に年取り、白髪になってしまった者もいた。工ミカドは、多くの更新を粛清する一方で、子供たちを各地に、新能として封建し、王府を設置させて、現地を治めさせ、政治的基盤を固めようとした。これには、新能自ら兵を率いて、国防の先頭に立つ。 皇族を反映させて、万が一の高等断絶を回避する。皇族の維持にかかる費用を地方に負担させる。儒教的な封建体制再建を確立させる。といった目的があったとされる。だが、皇太子である、主氷が父より先に亡くなり、その息子で皇文帝の孫の世代にあたる見聞帝が、即位すると、これらの叔父が行為を脅かすことを恐れて、 取り潰しを図った。だが、逆にこうした叔父の一人であった、英楽帝によって滅ぼされることになった。英楽帝は、新王の軍事権限の削減を図ったものの、父の後部帝同様に子供たちを封建することには、積極的であった。さらに戦徳帝の時代に関王主高圧が反乱を起こしたのを機に、軍事力の全面的剥奪に踏み切った。 また、事故の開墾地以外の土地の私有を禁じて、6枚支給へと切り替え、自由な外出や民間までも禁じたため、新能や軍王は事実上居城に撤居状態に置かれるようになった。その後、新能や軍王の増加によって、民の財政は悪化した。そこで皇族のために、構想と呼ばれる商店を設置して、経費を補わせ、高層の一部は、 皇帝からの貸しされた特例として、皇族の私有の商殿にすることを許した。だが、親王や軍王は、高層で一種の地主と化して農民から、租税や、土地の収奪を行い、そこで得た収益を元手に、さらに氷菓子などの商業活動や、土地の集積を進めたり、共振などからの投げ込んを受けたりして、高層へと編入した。このため、関連が、 オートおによって奪われて、財政収入が減少するという事態が生じたため、1470年には、構想の税率を定めて、実際の管理を、地方間に行わせることを定めた。しかし、皇帝自らが、オートおに特例を認めることがしばしばであり、解決にならなかった。特に万歴帝の実弟である、王主翼竜や三男の副王主上秘都市などは、 万歴帝の寵愛を背景に、数万系に及ぶ、王子主と化して農民に対して、さらなる集奪を行ったものの、皇帝の不況を買って粛清されることを恐れた、官僚たちは対策を打たなかった。こうした状況は人々に強い不満を抱かせ、民末の農民反乱の標的に、王や軍王が挙げられることになった。 元松からの騒乱により中国は荒廃し、特に河北は一面荒野が広がるほどの状態であった。一方で、江南地帯の荒廃はそれほどでもなく、強い経済力を有していた。農民出身の後部ブミカドは、江南が強い力を持つことを警戒して、重農そもそも省の政策をとっていた。農本主義的な趣子学の進行もその一環であり、 商人出身者の可挙受験も厳しく制限された。しかし、それでも、江南の経済力は、成長を続け、明全体の経済の中心として活躍する。農民出身であった、主元省は、農業、特に米や麦などの穀物生産を重視する政策を、取った。特に重要視したのは、民が創業の地とした、江南の豊かな農業資源である。 宋の時代には、祖古熟すれば天下たると呼ばれていたのが、秋代には、その一地域であった蘇州、松江のみで、祖ず熟すれば天下たると称されるようになった。主元宗は、長島ことの支配地域であった。この地域を真っ先に占領して、農地を国の直轄とした。さらに中期頃からは、長江中流域の古江の農地開発が急激に進み、 末期には、個々を熟すれば天下たると呼ばれた。大民通行宝賞元で発行されていた紙幣に、習って、民でも宝賞という紙幣を発行した。これは完全な俯瞰紙幣であるが、元末には、紙幣のシステムは崩壊しており、以前のように銅線を発行する余裕もなかったために、建国当初は、実物経済依存が強くなり、 ミカドの農本主義政策の背景になったという指摘もある。この紙幣の価値を保つための政策は行われておらず、価値は下がり続け、それに代わって外国から大量に流入した銀が通貨として使われるようになった。これに対して政府は何度か使用金指令を出したものの効果はなく、一条弁法の採用によって事実上銀が通貨となった。 また、永楽通報などの銅線も発行されたが、後部三角が銅線の流通を禁止したこともあって、利用は低調で、宝商や銀に押されて海外への輸出専用に回されることが多くなった。だが、銅の生産が乏しくなると、銅線の生産もごく稀にしか行われなくなった。 しかしこのことにより、銀が東アジアにおける国際通貨となり、東アジア交易網の形成に貢献している。財政悪化に伴う税の増長は、官やそれに繋がった有力者への銀の集中をもたらし、一部の持つ者と大多数の持たざる者の格差を広げる要因となった。沿岸の有力者や辺境を守る軍人たちは、 解禁政策の有無にかかわらず、積極的に公益を行って、富を蓄え、私、軍を保有して、さらなる行為を得る者も現れた。前者の代表が、低支流であり、後者の代表が、理政量、御三家である。そして、持たざる者の代表者が、理事政と言える。これらの融和策を行わなかったゆえに、理事政、御三家に、民が滅ぼされた。 歴代王朝と同じく塩の専売制を行った。明の場合、専売制は、軍制と関連していた。まず中屯地の食料庫に食料を納入した商人は、手形を受け取り、その手形を塩と引き換えることのできる塩引きと交換し、円と引き換えて、それを販売するというものである。 これは開け、中法と呼ばれ、秋葉を通じて行われている。銀が通貨となった後は、食料の納入が銀の納入に変わっている。地域ごとに、商販があり、その中でも秋葉には、賛成商人と奇襲商人の二つが競っていた。秋葉後期からは、塩と交通を抑えた奇襲商人が発展した。秋葉は、手工業の活性期でもあった。 港南を中心とした地方では木の織物、綿織物の生産が増加し、それに伴って農村での解雇、綿花の生産も高まり、大きな市場を作っていた。また農民たちの副業としての手工業も盛んに行われており、重要な収入源となっていた。政府は、手工業に従事する人々を農民とは別の匠度というグループに分類し、一般の労役の代わりに、 管営工場での手工業に従事させて政府が欲する分の製品を供給させていた。これを匠薬制というが、この制度は匠度に対する過重な負担を生み、逃亡する者が増えたため、匠薬の代わりに銀を納付させてこの収入で必要とする分を買い求めることに変わった。また、こうした副業に従事している農民には貧困層が多く、 氷菓子から借りた資金で、三種や桑の葉などの必要物資を買い揃えて、蚕を育て、眉から糸が取れる頃に氷菓子からの採則によって、木糸を一旦売った後に、改めて氷菓子から資金を借りて、糸を購入して、織物を織るという繰り返しによって成り立っており、商業資本の蓄積は望めても工業化への発達の可能性が低いものであった。 王陽明公部帝により、文人に対しての大弾圧が行われ、民発は知識層が打撃を被った。しかし同時に、その国古間をはじめと集権に至るまで全国に国立学校を設立する政策。北は万里の長城から、南は関東に至るまで全国で里見を実施して下居による人材投与の機会を広げる政策は、 文化の全国化をもたらす意味も有していた。永楽三角の命により、四書大全五教大全整理大全が占され、全国の学校に、下居の教科書として配布された点も同様である。三田村大輔はこれを国民文化の成立であるとして、表している。一般民衆の間に文化が広まったゆえんは、それである。 それまでの文人イコール官僚だった図式が崩れて、多くの大衆文化が生まれている。しかしその一方で、それまで交渉とされていた、監視、歴史の分野ではあまり見るべきものがない。神カ帝は、劉はじめら趣子学者を徴用し、英楽帝の教科書制作もあって、朱子学は、国定学問としての地位を保持していた。しかし、 趣旨以降の趣旨学にはあまり思想的な進展は見られないとの指摘がある。これについて国定になり、思想が固定化されたせいだとも趣旨による学問の体系化があまりにも完璧なものであったためにそれ以後の趣旨に到底及ばない学者にとっては進展がないのだとも言う。しかし、秋代の思想において最も特筆すべきは何と言っても王陽明による 陽明学の成立である。陽明学では心即離、修行合一、松室義友を唱え、秋を通して思想的発展を遂げる。秋葉後期、陽明学的土壌の中で三教一致説が流星し、中国思想界は、かつてのような進展を見せる。 ヒカ原本のンの挿絵、マテオ・リッチと女皇系、ジョコケコニオ・バンコク・ゼンズその一方で、1582年に、イエズ・スカイン、マテオ・リッチらによって、キリスト教カトリックがもたらされる。明政不交換の中には、キリスト教に興味を示した者も,も多数存在したが、それは、マテオ・リッチの不教態度に負うところが大きい。では、代表的なキリスト教信者として、 女皇系の名を挙げることができる。また、マテオリッチは、今夜万国全図を作成した。民発には古文字運動が起こる。創始を批判して、寛大の文、東大の監視がもてはやされるようになり、投資戦が刊行されている。しかし、この時代の詩文はどうかというと、多くが単なる解雇趣味的な模倣に出した感がある。その中で文の分野で特筆するべきが、 理卓語である。陽明学左派の思想をもとに、それまでの趣旨学的な門間をひっくり返した過激な文章を、次々と発表して、明政府に危険視されて捕獲され、最後は極視した人物である。彼の思想は後世に影響を与えて5.4、運動において解放思想として評価された。その一方で民間における小説の分野では、 金平梅など数々の名作が誕生した。三国志演義、水古伝、西遊記はこの時期に完成したとされる。また、擬曲の分野も発展し、牡丹亭、冠観記などの名作が作られている。また、英楽三角の命により、百科事典、英楽大典が編纂されて、古今の書物の中から重要と思われる文章が抜き出されて収録された。グク 林やしやず、もとすべみん台北国立呼吸博物院も末ま戦乱に明け暮れる、他の地方に比べて、江南蘇州は、長氏、誠政権のもとで繁栄を謳歌していた。ここでは、毎日のように、文学サロイにおいて、監視の大会が開かれたり、著名な画人たちが腕を競っていた。 この中でも、黄金餅、クレチン、ゲさん、毛の四人の優れた画家を、元松四大化と呼んでいる。この流れを引き継いだのがクレ派と呼ばれる、文人画の流派である。この派の代表としては、陳天音と、文長明がいる。陶磁器の分野は秋代に大きく流星し、元から引き継いだ染め付けや、新しい赤絵の技法が開発され、 京徳鎮の窯からは大量の製品が生み出され、国内だけはなく、海外にも輸出された。特に万歴機の万歴赤絵は、名品中の名品とされ、現在でも高塚の水煙の的となっている。ただしこの時期には、陶磁器は技術であって、美術ではないとみなされていたようである。永楽定期には、後の芯でも、工具として使われる、資金場が完成し、 現在は、呼吸博物院として使われており、北京都新洋の名、清吉王朝工具として、世界遺産に登録されている。民末新書になると、京成松室用の学としての交渉学が、盛んになるなど、実学への関心が高まり多くの実用書が、書かれている。 前述した、女皇帝は、マテオリッチと協力し、農学書である、農政全書や、古代イギリシアのユークリッド幾化学の役所として、幾化原本などの編著に活躍した。また、アダム・シャールに協力し、西洋歴法を取り入れた、数定歴書をまとめる上でも、助けとなった。その他、薬学者、リジチンによる1871種類の薬草、 漢方薬を集めた本造項目、地方漢、創生による工芸技術本、天候怪物などが発表された。明と周辺諸国現代に築かれた空前の交易網の一部を引き継いで明発においても交易が非常に盛んであった。陸のシルクロードと海の道が現代の交易ルートであったが、明の北西はモンゴルによって抑えられており、このルートを 使用は不可能であった。イ路については1372年、ミカドにより、解禁令が出され、民間の公益は禁じられ、政府の公益である超高貿易だけが公益と決められた。この解禁令は公益で生活を立てていた人々の激しい反発を招き、密貿易が横行することになる。和光の進路またこの時期は、 前期和光の最盛期でもあり、その被害は大きなものであった。この時代の和光は、昇進正明正の海賊で、米国、奴隷の略奪を行っていた。これに対して、後部帝は日本へ鎮圧を要請する。最初は、南朝の金長新王に要請したが、国書が無礼だというので死者が切られるという事件が起きた。その後、 日本の政権の分裂している実情を知った、後部三角は、改めて北朝側である、室町幕府の足利義満に対して、使者を送り、義満と勘合貿易を行うことを条件に、義満を日本国王に作法して、和光の取り締まりを要請した。その後、永楽三角が定位を奪取した1403年にも、義満は使者を送り、 看護貿易を継続し莫大な利益を上げ、吉光による取り締まりによって和光勢力は衰退し、民の会場は平穏を取り戻した。なお、看護貿易も基本は超高貿易だった。英楽三角も、後部三角と同じく、解禁令を継続したが、その一方で、帝和を南海大航海に派遣して、南海諸国との超高貿易を始めている。 その後、官房貿易の相手は、室町幕府から大内市に変更された。その後の皇帝も何度となく解禁令の更新を行い、厳しく統制したが、それでも密貿易はやまず、15世紀後半からは、大商人は、現地の地方官、共振層と結びついて、密貿易を黙認させていた。しかし密貿易が、 海賊に転換することを恐れて、新たに着任した石膏巡部の主は、密貿易を厳しく取り締まった。しかし、地方間、共振層の激しい反発を受けて主は、失脚に追い込まれた。その一方で、貧しい沿岸の民衆たちが公益に活路を求めた。弱小商人たちには、人脈も、賄賂を送る金もなく、密貿易が難しいので、 海賊になる者が増えた。これが後期和光である。後期和光は、ほとんどが日本人を装った中国人であり、日本人の割合は1から2割ほどであったらしい。後期和光の中でも、これらの者たちをまとめて、一大勢力を築き上げたのが、田田氏である。 大忠氏は困窮した沿岸民衆の世論を集めて、民に対して公易の自由化を求め、それが不可能だとわかると、五島列島を根拠地として中国の沿岸部を散々に荒らし回った。大忠氏は後に政府の策略によって捕らえられ処刑されるが、それでも公易を求める和光は後を絶たず、沿岸部への攻撃を何度も言った。1563年に、 福建を襲ったが、この地の副総督、関継テルの活躍により、壊滅的な打撃をこむった。この木を見て、政府も、福建の月港に、中国商船の海外渡航許認可を行う、解剖館を設置して、海禁令を廃止。和港もこれにより活動を収束、海上に平穏が戻った。また1517年には、甲州に、ポルトガル施設。 トメ・ピレスが来航し、北京に上京して、兆候を求めたが、ポルトガルに国を奪われたマラッカ施設の訴えにより、投獄された。兆候を拒絶されたポルトガルは、ネーハン沖合の島で密貿易を行ったりしたが、1557年には、マカオに永続的な居留権を獲得した。明朝は依然として、対日貿易を禁止していたため、マカオのポルトガル人は、 日中貿易の仲介でも活躍した。この時代には中国、日本、朝鮮、南海にわたる交易網が成立し、銀を共通の通貨として様々な人種の商人たちが活躍した。民にとって最大の脅威はモンゴル勢力であり、北元とオイラトに対しての攻撃と防御を繰り返していた。後部ミカドはモンゴル勢力に対しては防御の姿勢で臨み、 南京に都していたのも北から遠ざかりたいという意味があったからである。しかし英楽帝はモンゴルに対しての積極政策を望んで北京に戦とし、モンゴルに対して5度の遠征を行っている。英楽帝以後は基本的にモンゴルに対して利益を与えることでなだめる方向へ動いた。 その利益とは兆候のことで、民とモンゴルとでは、民の産物と馬を交換する馬市と呼ばれる、形態で行っていた。馬は、永楽定期の軍事力拡大期には、必要なものであったが、平和策に転じた後ではさほど必要ではなかったが、あくまで平和の代金として買い取っていた。 モンゴルからやってくる死者数とごとに、民から報奨金を与えることが慣習となっていた。オイラとのエセンは、施設の人数を増やし、また役に立たない馬も、公益の中に含めるなどして、公益の利益の増大を図った。また、モンゴルのダヤン・アルタンは、馬市の回数をもっと増やすように求めた。このような要求は民にとって、基本的に、不利益なので、 拒否しようとしたが、その時には、モンゴルオイラトたちは、民の領内に侵攻して、武力を用いて、自分たちの要求を通した。土木の変や、公術の変は、こういったことに基づいており、民を滅ぼそうと考えていたわけではない。その後のモンゴル勢力は、内部構想により、勢力を減退させ、それに代わって対等してきたのが、満州の女神である。英楽三は、 満州に対しても遠征軍を送り、この地を支配下に置く一方で、同じく女神支配を格索していた李氏朝鮮に圧力を加えて、その北進を禁じた。その後の戦徳定期にこの地を放棄して、間接支配に切り替えた。その方法は、 女神族のそれぞれの部族長一人数とに対して、長江の権利を認める文書を発行することで、互いの間で文書の奪い合いを目的とした対立を、醸成し、抗争を起こさせることで、一致団結して、民に反抗することを封じるというものである。この対策はうまくいき、女神の間での抗争は極めて激しいものとなった。しかし万歴年間の両党司令官、 理性量の不手際によりヌルハチの台頭を見逃し、女神の統一がなされた。これ以降、明は女神改め満州族による強力な攻撃を受けることになる。明が成立した頃、西方ではティムールが各地を征服して、大帝国ティムール朝を築き上げていた。ティムールは晩年になり、 中国遠征を試みるが途上で病死し、これ以降のティムール朝は分裂して弱体化し、明は西方に対しては脅威を感じずに済んだ。南のベトナムに対しても、英楽三角は、遠征軍を送り、一時直轄としたが、英楽停止後は、反抗が強くなったので放棄して、霊朝が立った。経ずれ期皇帝へ退祖、武帝恵、めぐみ高しだて、 文帝公部帝の皇代子主表の子。清祖永楽帝、公部帝の子。県文帝の叔父仁宗公広司帝、永楽帝の子。戦争戦督帝、公広史三の子。永孫正統帝、戦徳帝の子。大孫影安帝、戦徳帝の子。正統帝の弟。永孫天順帝第六代正統帝の重奏。 剣創聖家三角正当三角の子。高僧工事帝正家三角の子。武僧聖徳帝工事神角の子。清創家政帝正家三角の孫。聖徳神角のいとこ。牧創高吉帝火星神角の子。神宗万歴帝高吉神角の子。高僧安政帝万歴帝の子。 総典天帝三康政三の子。基礎数帝定、康政三の子。天型三の弟。明は初めて一世一元の性を施行し、かつ越年改元性を実施したので、元号は各皇帝につき一つずつである。そして、皇帝が崩御すると、在位中の元号の足に、三をつけて追放された。例えば、清祖は、 在位中の言語が、英楽なので、英楽帝と呼ぶ。神武県文英楽広史広史戦徳政党、影安天純正化。工事聖徳家政高吉万歴安政典型、数帝。ありがとうございます。